一番長い子が6年になるんですけど、もうその子は作業全般できるんで、もう新入社員の子には、まあ、その外国人の子が指導はしてます。で、まあ、実習生とか、まあ、まだ入社して日が浅い子たちは収穫作業だったりですね、もう5年6年いる子だったらもう車の免許、トラクターの免許とか、まあ、会社負担取らせてですね、まあ、ステップアップさせていってます。外国人実習生も、まあ、しっかりコミュニケーションを取って、まあ、会社も充実していれば長く、勤めてもらう頼りになる存在です。まあ、長く、学院実習生働いてもらうためにですね、会社の取り組みとして、まあ、夏は、花火大会とかですね、冬は餅つきだったり肉券屋をもう買い上げして中リフォームしてですね、まあ、2人1部屋を今区切ってですね、まあ、プライベート、まあ、空間をしっかり充実させて、まあ、住みやすい環境作りっていうのは取り組んでます。プライベートを充実させると、まあ、仕事にもですね、まあ、協力し合うっていうかですね、そういうところはありますね。国籍問わず、まあ、文化の違いもそんなにないので、まあ、入国したら、まあ、誰でも不安なところはありますので、まあ、少しだけ寄り添って実習生のことを考えてあげるといいと思います。フィリピン人、今6年目です。マレーシアで農業の畑みたいです。仕事は、種まきとか、消毒の、野菜の消毒と、トラクターの乗ります。初めての仕事は難しいけど楽しいです。仕事を教えてなら優しいです。今、ユーファームの、会社で友達がいっぱいいるんです。他の会社もいます。フィリピンの友達はメッセンジャーとかインスタグラムとか友達になりました。ここかはご飯で美味しい、住みやすいです。たくさんの業は友達や友達はいます。安心してください。バイバイ。